僕が、アーティストとしてスタートしたのは、オイルペインティングを学んで、いました。ただオイルペインティングは、日本の場合歴史がすごく浅いので、世界で、戦っていくにはちょっと、自分古臭いメディアであるというふうに思いました。で、パフォーマンスは非常に僕の表現にはぴったりしていたんですが、ただそれは一回性なので、一回で終わってしまうんですよね。なので、多くの人が参加、見ることが可能なメディアにしたいということで、パフォーマンスをするオブジェとして、こうした作品を作るようになりました。Keep changing, connect with everything, continue forever. この3つのコンセプトというのは、私の芸術の到達点でありゴールだと思っています。で、それは宇宙であり、それは、スペースであり、時間であり、つまりはそれは人間の命そのものです。なぜ LED を表現手段として選んでいるかというと、それが今言った私の目的が、LED を使うことによって十分に表現されるというふうに考えたからです。数字というのはもちろん、無機質で、感覚的にはあまり何もないという感じがします。ただ、とても数字というのは中立的なものです。で、その中立性というのが、実は見る人たちの、心の中、創造性を喚起させる。この赤を選んだというのは、エナジーをちょっと表現したかったので、その人々が持っている、ライフ、生命のエナジー、それから仏のエナジーみたいな、そういうものを表現したかったので、アグレッシブな赤を使ったんですね。あらゆる人々の中に可能性を見出すという考え方を持っていて、で、それはブッダに象徴されるんですけど、ブッダというのは人格ではなくて、人間の可能性についての話なんですね。その可能性を開くということが僕のアートの目的であって、で、あらゆる人たちにそのアートの可能性を開いてほしいし、人間としての可能性を開いてもらいたいという願いがあります。だから僕のアートの出発点は、その仏教の影響が強いというのは、その点において非常に強いと思います。だから選ばれた人たちに向けてというよりは、あらゆる人たちの中に眠っているアート的なるもの、それから、あらゆる人たちに眠っている可能性のブッダ、それをこう開いていくきっかけとして、僕のアートワークはあると思っています。